私たちが使っているすべてのものは作られた人がいます。ではこの世は誰が作ったのでしょうか。創世記は驚くべき偉大な記録から始まっています。しかしこの世の多くの人はこの創造を信じていません。彼らは130億年前に宇宙で起きた大爆発により、45億年前に地球が、38億年前に原始単細胞の生物が地球に出現したと信じています。この単細胞の生物が進化して人間になったというのです。ところが聖書はこの全てのことが偶然に起きたのではないと言っています。神様の創造には3つの特徴があると聖書にあります。神様の創造の最も大きな特徴は、無から全てのことを創造されたことです。神様の創造の働きは6日間続きました。1日目に神様は光を創造されました。2日目に空、つまり大気圏を創造されました。3日目に陸と海と植物を創造されました。4日目は太陽と月と星を空に満たされました。5日目は海に魚を、空に鳥を置かれ、6日目は地に動物を創造されました。特に人間を創造された時は御言葉ではなく、神の似姿に塵で人を創造されました。創造の3つ目の特徴は、すべての創造物が神様から見て良いものでした。神様はすべての被造物を良いものとして創造されたのです。今は罪によって初めの姿を失いましたが、将来新しい天と地が作られる時、人間の救いだけでなく、すべての被造物が癒されることを約束されました。